ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、トランヤの、トランヤノバ。このイヤホンは、この手の TWS の中では高機能指向、左右合計6台のマイクによるノイズキャンセリングや、マルチポイント、アプト X 系列の新型チップ、低遅延を可能にするゲームモードなどなど、価格に見合った性能を実現している。音質面でも珍しい大型の 12mm 振動板を採用した1ダイナミックドライバ構成で、完全無線イヤホンとしては最大クラスのダイナミックドライバを使っているため、低音域の量感などがはっきりしていて、扱いやすい1台だ。12mm クラスのイヤホンというと、他ブランドもいくつか発売しているけど、ハイブリッド型でようやくバランスの良いイメージのドライバーなんだけど、トランヤノバに関しては、しっかりとボイスなんかもぼやけず聞こえるので、大きなドライバーにありがちな、高音域が鈍くなってしまう傾向もないので、音質的には安心だな。この音質は、公式もこだわっていて、この、高音域、低音域のバランスを取る技術は、トランヤサウンドマックストムテクノロジーと名付けられているぞ。スペックなんかについて詳しく見ていこうか。全体的に、このタイプのイヤホンとしては高性能な印象がある。まず、採用されているチップは、アプトクス系のチップとして新しい、QCC3072、アプトクスの介護完成を持つ、アプトクスアダプティブに対応したチップを採用してるぞ。接続性もちゃんと良く、途切れるような印象はなかった。本体は若干横柄に感じるけど、初期状態のイヤーピースでも耳から落ちる印象はなし、レシーバーを掴んでグリグリ耳に押し込めば、最適な角度が見つかるだろう。一部の人が気にする、マルチポイントにも対応している。僕は PC で作業しながら、スマホにも繋げっぱなしにする使い方が多いんだけど、トランヤノバはそういうシチュエーションでも、二台同時受けができるので、マルチポイント機能の有無で買うイヤホンを決める人も多いくらい重要な機能だ。その他のスペックも優秀。ざっと主要なスペックをまとめると、6マイクによる高精度なノイズキャンセル。これはアクティブノイズキャンセリングにも、マイクのノイズキャンセリングにも適用される。9時間と長めのバッテリー設定。ドライバーがこのサイズでこれだけ長持ちする TWS は嬉しい。ケースと合わせると、最大合計再生時間は36時間だ。充電周りも充実していて、無線充電に対応している。さらに、10分で2時間連続動作する、急速充電も当然装備だ。アクティブノイズキャンセリングの強度については、体感上、イヤーファンエアサンプロのような、この価格帯の無線イヤホンとしては最強クラスであると感じたな。ノイズキャンセリング中にも、回路ノイズなどは聞こえることがなく、しっかりと集中して作業することができたので、耳栓代わりの利用もしっかりと可能だぞ。マイクの方の性能をチェックしてみようか。卓上フルサイズのコンデンサマイク、このイヤホンのマイクの順番に流していくぞ。おはようございます、こんにちは、こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。通常のマイクを使って録音しています。おはようございます、こんにちは、こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。トランヤノバを使って録音しています。どうかな、しっかりと音量も取れているし、破裂音のようなノイズもない、通話に安心して使える性能だと感じたぞ。というわけで、無線充電、優秀なマイクと ANC、長い連続動作時間に、アプトクスアダプティブ対応でマルチポイントと、足回りについては全く不満なし、特に、強めで回路ノイズもない静かなノイズキャンセリングも優秀だ。音質についても期待できるので、このまま見ていこうか。トランヤノバの音質は、実用的。先ほども述べた通り、12mm なのに、しっかりと高音域が通るので、全体のバランスがしっかりと取られているぞ。音色を分解してみよう。高音域は特に不満のないレベルに仕上がってる。むしろ、小型ドライバーのイヤホンを使った時に、高音域がちょっと線すぎるなぁ、と感じた場合には、こちらの方が有用かもな。高音域がしっかり出てないと嫌な人にも、十分に高音を感じられるバランスだったぞ。ボーカル帯域も聞き取りやすい。全体的には、若干オームよりのニュートラルなイヤホン、といった感じ。そして低音域は、しっかりと 12mm クラスらしい厚みのあるサウンドだ。空間は若干狭いか普通くらい。特別違和感を感じるようなことはなし。全般に、不満なく使える一般的な無線イヤホンだけど、ドライバーの大きさ由来の低音域側の説得力はきちんと感じることができたぞ。というわけで、トランヤノバは高機能、そして、きちんと使える完全無線イヤホンだ。マルチポイント対応かつ、この取り回しの良さは魅力的に感じる人も多いはず。今後も注目したいブランドだな、といったところで今回はここまで。マルチポイント対応もっと増えろ。